今は真昼、サンゴ礁は穏やかです。昼寝をするにはうってつけ。イルカたちはたとえ眠っている間であっても呼吸するために絶えず水面に浮上しなければなりません。そのために彼らは脳を片側ずつ眠らせ、片方の目は危険を察知できるように開けておきます。いわばシンクロナイズドスリーピング。こうした集団睡眠はイルカが健康や安全を確保するのに不可欠です。でもエコーは今昼寝がしたい気分ではありません。探検がしたいのです。うまい具合にお母さんはこちら側の目を閉じています。奇妙な音が外洋の方から聞こえてきます。おやおや、本当は群れに戻って大人たちと一緒にいるべきなのでしょう。でもエコーはそうしません。あの謎めいた音に導かれ深い外洋へと向かいます。生まれて初めての場所へ。